皆さんどうもこんにちは、ウプ主のミーです。レイヤ装備のできる猫、マリサだぜ。アシラ装備を可愛く着こなしてる天才猫、霊夢だよ。久々のモンハン実況だぜ。何かやることあるの？もちろんですとも、今回はあるモンスターの討伐をしたいと思います。なんだ、ドスケイとかならいかねえぞ。そうだよ、超強力なモンスターと戦いたいもの。大丈夫大丈夫、その心配は必要ないから。それと、体験版で総中魂を使ったのですが、かなり長いブランクのせいでうまく使えず従来使っていた太刀に戻しました。虫嫌いな私にとっては良かったぜ。さてさて今回は何を狩るのかな。アワギツネ、ウプ主のことか。ウプ主相手なら確実に勝てるよね。おいこら。お、なんか映像が流れたぜ。かわいいアイルーたち、私みたいだね。なんだ、シャボン玉か。ここいつ、四大モンスターの中の一匹じゃねえか。ちょっとウプ主さん、確かに超強いのって言ったよ。でもまだ実況2回目だよ。普通2回目だしレイヤーとかその辺でしょ。それじゃあ盛り上がりにかけるでしょうが。盛り上がるとか盛り上がらないとかで判断してんの。でもこの最強猫マリサにかかれば、キツネだろうが竜だろうが倒してやるぜ。マリサごめん、フラグにしか聞こえない。今回狩猟するのはマリサが言ったように、モンハンクロスの4大モンスターのうちの1匹、タマミツネです。竜なのに顔がキツネみたいになってるね。名前と映像からして、泡攻撃をしてくるみたいだぜ。見た感じ毒とか雷よりマシだよね。でもその泡がどんな効果を持っているのかわからないから怖いけど。よっしゃ、前回の動画じゃ私の仮姿をみんなに見せられなかったから、今回は存分に披露してやるぜ。そんなこと言ってるとマリサ、綺麗に選択されちゃうよ。ちょっと選択されたいかも。選択されたいのかよ。ステージは警告ですね。サードから始めたのですごく思い入れがあるステージで嬉しいです。ちなみに現在の装備は手以外はナルガです。忍者みたいでかっこいいよね。来たぜ来たぜ、一体どんな動きをしてくるか。この見た目だと、ナルガみたいにトリッキーで素早い動きをしてきそうだよ。それじゃあ一狩りしますか。大きさ的にはどれくらいなんだろうか。大きさはそこまで大きくないかもしれないけど、尻尾はかなり長かったね。正面から見た感じやっぱりキツネだね。同じキツネ同士負けられないな。そうだね、ここはキツネ大王として負けられないよ。お前いつからキツネ大王になったんだよ。今見事なツッコミを入れたね。猫マリサのツッコミスキル半端じゃない。まあな、日頃からお前らに伝えられてるから。何、ウプ主の滝から雷出てるんだけど、中二仕様なの。中二仕様ではないよ。シャボン玉飛ばしてきたぜ。わいわい、シャボン玉だ。遊ぶなよ。さっきから顔面ばっかり狙ってるけど、何か恨みでもあるわけ。顔狙ったら何か恨みがあるってなんで思ったんだよ。嫌いな奴の顔はズタズタにしてやりたいじゃねえよ。ちょっと二人ともちゃんと仕事してる。マリサはサボってるけど、私はバッチリ戦ってるよ。いやいやいや、私だって戦ってるぜ。洗剤をばらまいて地面でスライディングしてきた。洗剤って何の洗剤だろう。アタックかな、レノアかな、ゴールドかな。なんでお前そんなに洗剤に詳しいんだよ。ああ、今の見た。見事な回避。これぞ武士道スタイルの強み。マリサフラッフラだし、霊夢なんて堂々と寝てやがる。ちょっと張り切りすぎたぜ。洗剤のいい香り。むにゃむにゃ。戦え。マリサー。私がいない間も頑張れよ。張り切りすぎちゃったマリサが一時前線を離脱したので、霊夢と力を合わせて頑張ります。一撃が重たい。さっきのジャンプ攻撃が当たった霊夢の HP が結構減っちゃった。しかもタマミツネが起こったよ。耳っぽいところが赤くなってる。ウプ主ごめん、あとは任せた。まだやられてないでしょ。クエストのタイトルに炭鉱と書いてあった理由がこれだね。うわぁ、まるで色づいた落ち葉のようだ。落ち葉はこんな風に攻撃してこないけどね。ここだとスピードが増して攻撃頻度も増えるから大変。それに洗剤で滑るから、余計に速く感じるし身のこなしがすごいよ。罠使ったら動き止められて、かなり攻撃ができるんだけど、持ってきてないと。次回から持ってこようと思います。ウプ主、今度こそあとは任せた。霊夢も前線を一時離脱してしまったので、私の真のぼっち魂で戦ってやります。お、今の攻撃で体勢を崩すことができました。できれば頭部と尻尾は破壊したいです。結構切れたのでこの調子でガシガシ削っていこうと思います。待たせたな、ウプ主。マリサを帰り。今どんな感じだ。バシバシ切りまくってもう少しで倒せるところだよ。嘘つけ、大して時間経ってねえだろ。ウプ主とマリサを待たせー。お、霊夢やっと復活したか。
キムタマミツネがエリア移動したから体勢整えてたところだよ。了解、どのくらい体力削った？もうあと蹴り一発で倒せるくらいだよ。嘘だぞ。7番はススキが生い茂っててモンスターの姿が見えづらいよね。草陰から突然攻撃されるなんてことよくあるよな。しかもこの子は色が薄いしヒラヒラしてるから余計に見えづらくなりそう。あ、泡泡になった。攻撃されてすぐに泡が落ちたけどな。結局この泡ってどんな効果があるのかな。おそらく泡まみれになってツルツル地面を滑るんだよ。ネタじゃねえか。さらにエリア移動して爪がだいぶ疲れてきたのでもう少しかなと思います。霊夢ほとんど何もしてなかったのにまた行っちまったな。霊夢の分まで頑張ろうマリサ。そうだな、攻撃パターンも大体わかってきたからうまく回避して攻撃当てていくぜ。ちょっと二人で倒しちゃうなんてダメだねー。私にも手取りよこしなさい。手取り欲しさでまた戻ってきた。それじゃあ三人で倒そう。止まってる今がチャンスだぜ。くらえ、オーカス破断。やったー、必殺技で最後決まったね。すげえ綺麗に決まったぜ。私も今まで一度も仮技で決められたことないからすごく嬉しいしびっくりしてるよ。今回初めて4大モンスターと戦ってみたけどこの調子で他のモンスターも勝っていきたいね。そうだな、残りの3体も頑張ろうぜ。ということで今回はタマミツネの狩猟をしてきました。次回もさらなる強敵を買っていくぜ。あ、それとツイッターをやっているのでよかったらフォローよろしくお願いします。動画のことなどリアルタイムでつぶやいているのでツイッターアカウントがある方はぜひお願いします。それじゃあまた次回会おうぜ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。